ここで活躍してる。さあ始まりました。本日誠じゃなくてユリアン。そうなんですよね。さあ今日第何回なんですかね。森田さん第第何回ですか。第何回か分かんない。第10回ぐらいです。で12対12ということで、坊さんありがとうございます。本当増えてきまして、最初は3対3でやってたこの東西戦は最初2キャラ使ったりしてましたから人がいなすぎて。さあおたらユリアン、これクーペのために来た。決め打ちでフランスから来るのは相当決め打ちじゃないですか。どう見たらい決め打ちかって言ったら、あのバナーの昇竜拳決め打ちぐらい。さあこの最近東西戦盛り上がってますけど、富永が社長塾に今頃来まして、切れそうですね。飲んでたほろ酔い2とかもう何でも2つければいいと思ってると思ってますからね。さあここでフランスからおたらにうちの店来てくれてやってみたいですけど、クーペやった方がいいじゃないですか。ちょっとやります。あでもあの一応5-5があるんで、それまでまあいるんじゃないですか。このおたらにつまらずどの画面見て喋るんでしたっけ森川さん。それですか。投げて、これはまあおたらにチュンリーのことはある程度分かってますよ、ね、どこの世界にもいますよね、チュンリーだけは。海外人チュンリーって剣しかいませんから。さあここで投げて、でさあクーペのために決め打ってきたおたらユリア。二人抜きなるか。すごい決め打ちですね。感動ですね。そんぐらいサードアイスくれる人がまだ世界にいるという。坊主さん良かったですよ、本当に愛されてますね。投げてからの手前割り、これうまいっすね。あれは何も入んないですか、坊主さん。どうですかね、入るかもですね。 EX なんちゃろ、これ裏当てたの。逆入力さあ中足泳ぎ戦が入って、投げ返される。やります。痛くが当たらない。投げて、ここでもう一回見えない。見えない。俺たちが見えない。今のはどうなったんでしょうかね。多分ガードされたんじゃない。うわー、ここで遠距離。おたらに頑張って、ニュースストリームの方がちょっと調子悪いんですよ。これは完璧な。あ今のは前確かに。うわーうわここでボッサン、これは元気玉食べてましたけど今ちょっと食べてましたよ。いやかなり難しいことが分かりました。このキャラあるじゃないですからね、調整ができないんで。ボスのあの挑戦本当すごいと思いますよ。さあケイマゴト、でもまあケイ君はやっぱゲームが上手いので何使っても強いんじゃないかと。フランデスをピュアラッシュ。そうですね、これやっぱりチャットの方がぶっ壊れちゃってる感じなんですね。ついてるっちゃついてます。これはどうなんですかね。まあ後でニコニコ動画の方で楽しんでいただくということで。治ったみたいですよ。ついにチャットが見えるようになります。あついに。本当すいません、なんか最近ユーストリームの調子が
うわぁキャンセル。これケーキうまいっすね。意外とこれはうまいっすね。さあ大バイエクセストーチェストー、ここでもう誠いっちゃっていいんじゃないですか。できないっすよ、すいません、本当に言われても怒られましたけど、僕らでもできませんから。いや本当に上から、あ、いやワンチャンアッチの可能性ありますよ。あ、俺のマイク入ってないっすね。ボスさんマイク入ってない、入ってると思うんですよ。ちょっとちっちゃいのかもしれないですね。なるほど。さあここでこれ、そう投げ返す、中盤、うわっ、投げて疲労から来た、ちょっとミスったか、投げる、投げまくる、ダイヤ神、ここで EX、 黄色誠はフランスから来てくれた方です。そうですね、黄色い誠はフランス、ボスさんこれあれですね、ちょっと確かにマイクが聞きづらいかも。ああ確かに、あ、今入ってる、今入ります、入ります、はい。さあ黄色い誠はフランスから来た、国名前は何でしょうか。カシスに笑ってる場合じゃないぞ。いや、ここで成中、カシスさん、コシスアルバインだぜ。さあタルバイン来ました。あ、最近富永に潜ってるんですよ、はいはい、マジっすか、はい、勝てないんですよ、ほんとサルやめた方がいいっすね。いやって言ってるんですけど、富永に最近強くなりませんとか言って、富永が言ってて、タルバインと2人で10年前から何も勝てねえよな、10年前から勝てない、いや本人と俺が富永に語って、まあでも誠、あーここで、でも誠さん上手いじゃないですか。いや、ないです、ないです。ケイ君やばいよ、ケイ君が。いやでも実際これ富永の五分なんで、いや俺ぶっちゃけマヨンさんに負けるよりこっちに負けた方がいい。いやそれ言い過ぎですよ。いや言い過ぎじゃないと思いますよ。アツシに、アツシが言えってたんですよね。アツシが言えって言ったんですよ。カラクサダイマッチ、そうさすがにケイ君、おお、これ見せて、あるよ。さあタルバインは相当、先週だけで富永と100試合もやってるんで、はい、富永勝てるようになるまでやろうと思って最後まで五分という。いやもう萎える、あのやっぱ辛くさが一緒入んないみたいなんですよ、引き台系。ああもうレバーが勝つから、はい、なんで、あの富永さんの必殺技の辛くさからの即死が、はいはいはい、おー、ここで読み、これなんすか、これはもう完全なブッパです、ブッパで何も見てないですからね。かあこれ、これつながる、つながる、いやまだバインプレッシャー、いけるぞ、バインプレッシャーいけっぞ、いける、投げて、打て打て打て、あー惜しい、大丈夫大丈夫大丈夫、まだある、ここではバイン、そう裏回ってくぐって、これがサードだよ、決めた、おビビってる、バインくぐるの、それ嘘、ちょっと上手いよ、それ嘘、さー機内機見られてる、ケイ君の嬉しそうな顔がやばいっすね。何勢なの？知らないという。知らない。ポクラさんの知らないことあるんですね。ポクラさんのことはフォローしてる。ツイッターで。投げて。投げる。なかなか強気に攻めますね。チューバハロー。狙ってナイフパンコ、あれやっぱむずいっすね、あれちゃんと出すのクニだけなんすよ、クニうまいっすね、クニがあれ出すんすけどね、でもクニ壊し壊し真空が2分の1でしか出ないんで、意味が分かんないんですよね、でっちの食べが早いですよ、そうですね、でもクニは余計なことやなって後で切れられそうです。ニヤッとしてましたから、はい、クニあの腕相撲最強らしいんで、強そう、怒らせると怖いっすね、危険です、はい、あのいつも優しそうな顔してるんですけど、この間飲み屋でなんかチンピラに腕相撲やったら酒ごとやるってやると泣き倒したらしい、何すかそれ、ガラクサーできるのか、できるの、富永いったらできない、やっぱ富永ってすごいっすね、まあ、なんだかんだで富永すごい、富永やっぱすごいわ、
これもできないですもん。 あれはやっぱ富永すごい、ほんとプライド持ってるんだよ。そうなんですよね、まあ、相手が竜ってだけでもう絶対ね、竜相手に負けるわけにはいかない、はい、で、あの俺のボスの場合言い返してこないんだよ他のやつの場合うるせえだな、言うてるね。さっきもなんかあの黒田相手にね、三段から昇竜拳が灼熱になったら、おこわポットの影響で、うわぁ、デンデンデン、ここでここでうまい、ね、いや、うまいっすね。唐草の間合いから置き攻めてる、小足、あれでも下ブロスも唐草入んないっすもんね。小足しか入んない、問題ない、だいぶ強くなりましたね。クニン、そうですね、アツシのライバルなんで、なんと言ってもうわぁ、こういうのがなんかチェムル思い出しますね。あ、懐かしいっすね。わかります、わかります、今チェムルっぽくないっすか。確かにすげえ懐かしいっすけど、あれはチェムルですね。はい、今チェムルスペシャルですね。チェムルでもあれしかない、あー、これレッチンか、これは取れるか、なきゃグラップ、これは早いっすね。そうですね、前ブロー、そこで取れ見てから、あ、これ結構誠きついっすよ。アクニン教えたことちゃんとやってますね。あ、これでもう EX テストの追っかけてきて、コアシストコアシスト、大パンダ暴れるが下部出ない、うわここですごい勝負、さっきクニなら出すとか言って余計なこと言った、あまりに全然。さあ、キー君の Q 登場、中足竜巻、キー君は勝った後の動きに注目らしいです、徳田さんに言わせるとな。そうですね、ヤックンを倒した時のあのオリンピック金メダル取ったぐらいのガッツポーズでめちゃくちゃかっこよかったっす。かっこよかったっすね、ドヤ、はい、顔と一緒にうわーっ、あのなんかバーチャルの勝ちポーズぐらい、あれコロンビアっていうらしいですよ、どうやら。あ、そうなんですか、コロンビア、キー、コロンビアっていう、さあ、よろしい、全然すごいっすね、クニやっぱ安定してますね、トモエ。多分 TM さんも結構あの、はいはい、強いって言ってたんで、抽選は、はい、みっちりやってるだけありますね。さあ、ここで広角は透かして、さあ、キー取り返したい、タッチューバー、あれボスさん攻略なんですか。いや、見たことないですけど、あれが対策っぽいですね。あー、うわー、大パンダツ巻き、波動電池、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 やっぱあれミスるな、バナオだけなんです、ね、あれミスるな、バナオだけなかなかミスらないと共に投げるー、グニスタイル抜き、安定感が星が出てきましたね、98勢、面白そうです。元は前回の浅田真央を倒してる経験があるので、だいぶ浅田真央に勝つっていうのは相当ですよ。ですね、浅田真央ですかね、金メダリストですよ。はい、全然全然大ファンガサネ、ね、これボスチームの手にいいですね、いいっすね、いい動きしてますね。シャオ、これチャット見てる場合じゃなくて早く来いって感じですけどね。シャオさん、ね、シャオどんだけ甘いペースなの最近、甘いすぎじゃない、台東区は雨が降りすぎてとかツイッターに書いてある場合どこでも降ってんか、いい加減にしろって感じですけど、シャオね、お茶飲みそうだ、台東区雨降りだしながら上降ってるわけじゃねえよ。あ、ここ難しい、でも俺も台東区に住んでるのでここで国が下がってる。あー、よく繋ぎましたね、今国で3000勝。さあ、ここで逃げる、どうなる、大足、これでもう昇竜電池、ここ今の逆にうまいっすね、ケンさん、波動電池、ピオノズ発動して、下振る、ハード、ま、たなんか国が、国が、名残り、国、ちょっと練習が必要ですね、練習が必要ですね、国がちょっとやっぱ、なんだかんだね。俺の話しなくていいから実況するの怒られましたね、シャオ怒られました、シャオ俺の師匠なんで。そうなんですか、はい、何の師匠なんですか、わかんないあのミキシーのコメントに俺の弟子って書いてあの紹介文の人、ゲームではないですよね、少なくとも少なくともゲームではないと思いたいです、ゲームではないですよ、
まあでもシャオ大好きですけどね。シャオさん面白いですね。シャオがいるといないとやっぱ盛り上がり違うんだよ。はい、来てほしいんですよ。さあ、デジトレナ、オープンでしょうかって、この辺はさすがですね。うまい。今のフェスターはしっかりガードして、どうなる。さあ、ここは全部お玉つかまれていいところですね。フェス落として、中盤鎖骨大足投げる。今のは灼熱警戒ですね。灼熱を警戒したところにダッシュしていく。マジですか。はい、あ、ギリギリだったみたいですよ、対象戦で。マツケンが負けた後に国が対象で、ゾネックスさんを倒したんで、ゾネックスさん的にもやっぱマツケンを倒してっていう、悔しいですよね。ちょっと安定、なんていうんですか、近いですよ。はい、さあ、これリベンジなるか、ゾネックス。国3人抜きですかね、これ。3人抜きです。これボサアレックス対リュウっていうのはどんな感じの組み合わせなの。全然リュウユーリンっぽいっす。リュウユーリン全然。これが国、ここはもう安定行動ですね。国教えたことしっかりやってますね。これはかなりゾネックスどこで入っていくかといった。どっかでぶっ飛ばないと。うわー、ぶっ飛んだが、今の旅はちょっと本人も萎えた、今のは。今のは萎えますね。せっかくここぞのタイミングで。今のは一つ X を奮闘させる飛び出したんですけどね。そこで飛びみたいな。しかも今めちゃくちゃ灼熱見えてたから、はい、もうちょっと焦ったかもしれない。ちょっと焦りましたね。王国にしっかり逃げて、お互いゲージがマックス。どこで使う、エルボー投げて端攻め、ゾネックスうまい、送らせ、ブロッキングに対してトマット。さあ、ゾネックス取り返す。この2人はかなりいい勝負ですね。面白いですね。さあ、どうなる。先に少しリードを奪ってるのゾネックスが壁足に逃げたい。国波動デッチ出ました、国スペシャル。あ、ここでイエスにして、これはさすがですね。あれ、国つるんですよね。真空竜巻、国4連勝。今吐き出ていますからね。さあ、浅田真央さんのダッシュの反応全員シェーションみんな知ってますね。さあ、第一、白が国で黒が浅田。ボスさん、これマイク、ボスさんの声聞こえます、皆さん。俺の声って聞こえてます、聞こえてるっぽいですね、はい、あー、角度わかります。さあ、灼熱。さあ、国のラッシュを止めれるか、波動大足。さすが竜使いですね、すですね。あの辺はお互い狙い合ってますね。判定勝ちの大パンからあんなことあるんですね。ありますね。さあ、詳しい浅田が先に取って、シャイゲリー忘れてないっすよ。忘れてないっすね。やっぱ竜使いみんな嫉妬ですね、竜が。あの竜はね、もうみんなマジっすからね、竜使いの顔は。それ言ってからヘボリさん見始めましたけどね、試合。俺も拍手するんだよ。さっきまで iPhone に夢中でした。これ多分国が負けたら拍手しますあれ、でも相手はそれはまずくないっすか。いや、どっちに勝ってんのが竜なんで、まあ、そうっすね。あれ拍手じゃないんじゃない。どっちも一緒でしたね、はい。さすがにまんまも結構やり込んでるだけあって、やっぱまんま年季がありますからね。さあ、台足地上戦を仕掛けに行く国だが、灼熱。もうまんまはこっからは食らってはいけない技。これは国厳しい、面白いところなんですよね。地道に灼熱投げる。国4連勝。魔王が止める。さあ、ここで自分自ら行ったのはヘボリュウ、ゴリュウ。白がヘボリュウ、黒が魔王。また見えなくなりましたね。また見えなくなりました。ちょっと少々お待ちくださいね。はい、これヘボリュウさん相当勝ちたいんじゃないですか、ボスさんの先に。相当勝ちたいですね、ヘボリュウさんは。え、これ浅田電人に変わってません。浅田もね、よくわかんないっすね、あいつも。浅田電人になってませんか。なってますね。え、これ何、どっちが何、浅田が電人、浅田が電人でヘボリュウが真空、変わってますね。ヘボリュウは立ち回り派なんで、
あれじゃないですか、クリに電人の使い方見せる的なあれじゃないですか、見とけよ電人はこう使うんやねっていうところですかね。ですかね、これ。うわぁ、魔王が。でも電人使ってませんけどね。使ってません、全然使ってません。これちょっと見えませんね、画面が。なかなかちょっと画面が見えませんね。すいません、またトークラに実況変われって怒られそうですけど。なんか一人だけ怒ってるやつがいますね。あ、怒ってます、まあ、あれはいいっすよ、ほっとけば。ワンチャンアンチの可能性。ワンチャンアンチさあ、チアシャイルス移動投げはグラップして、竜は竜のことを知り尽くしている。この熱い同キャラ戦線、投げ死刑に投げて、魔王が仕掛ける重要シャグレス、下目のスタイア勝利、しっかりエボリューっぽいっすね、今の。あれ確かバノンさんに聞いたんですけど、中足なら確定するっていう、勝利を出してても、はいはい、中足なら確定するらしいですよ。あ、そうなんですか。中足昇竜に対して下風呂中足あしない。いやヘボリュー押してますよ。そこまでさすがに速くないですか。え、膝やっぱ潰せますよね。はい、中足取って、さすがヘボリュー。ここでヘボリューの魔王、悔しそう。バラを出てこいってよ、バラ。慎太郎、慎太郎と自慢を、じゃあじゃんけんで取りましょうか。じゃあヤクンとボスでじゃんけんで、じゃんけんポン。しんちゃんか自慢、しんちゃんか自慢、どっちにしよう。はよ。さあ、メガネが、メガネがヤクンチームで、しんちゃんがじゃあツーピーチーム。さあ、慎太郎がツーピーチームに来て、ここで出てくるのは猫なし。猫なしは流線はかなりやり込んでるんで、うまいですね。もう本当に国と100番とかやってます。本当にやってる、はい、この2人はやっぱお互いすげえ強くなる意志があるという、モチベーゼです、モチベーゼですね。さあら、全然ヤッコンスペシャル、ヤゴスペ、ダイエリみんな忘れませんね。あれ重要っすよ。あのやっぱ同じぐらいの強さのやつには憎しみがあるんでしょうかね。あるっぽいっすね、はい、いざジャッジメントになった時にしといた方がいいっていう話ですけど。そうですよね、TA もしといた方がいいんですよね。そうなんですよ、だからちゃんとやっといた方がいいんですね。ここで繋いでいく、猫橋暗い、さあ、打開絶唱。これ猫橋が恥攻めしてる時だけ画面が見えてますね。ヘボリューが攻め出す、何も見えません。まだヘボリューありますよ。さあ、シャクルさんだって壊し、移動投げクラップして、まだ捨てるには早いよ。投げて下下風呂してましたね。ちょっと相手がっていうレベルでしたね。猫が遅かったですね。遅かった、猫マシ超遅らせグラップでしたね。あれ投げは食らってましたね。 今でもまあなかなか猫マシすごいですね、やっぱ、まあ、あれはあれですごいですね。